はい、それでは午後の学びに入りたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。愛する御座天のお父様、この午後の学びにおいて14万4千の真実というまた厳粛なテーマについて皆さんとご一緒に考えたいと思います。どうぞ特別に聖霊様のお導きをこの学びの上にお与えくださるようにお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは、今回はこの14万4千人の真実という厳粛なテーマでですね、まだ皆さんと考えてみたいと思います。なぜ厳粛かと言いますと、この14万4千というテーマでお話をするときにはですね、いろいろと注意をしなければならない部分がありまして、まずそこの部分をですね、皆さんとご一緒に確認しておきたいと思います。このような引用文がありまして、神が人の心を高め尊くする壮大な、いつも心の宝庫に保管されるべき真理を与えておられる時に、教会の中には作り話や憶測を提示する人々がいるであろうとキリストは言っておられる。人々があれやこれやの理論を拾い上げたり、知る必要のないものを知りたがる時、神は彼らを導いておられないのである。御言葉の中で教えられていないこと、彼の民が推測しなければならないことを提示するのは神のご計画ではない。霊的に彼らの助けにならないような問題、14万4千を構成しているのは誰であろうかというような問題について彼らが論争するようになるのは神の御心ではない。神の選ばれたこれらの人々が誰であるかは近いうちに疑いもなくわかるであろう。ここで特に注意しなければならない点は、作り話や憶測を提示するという部分がありましたね。特にその、14万4千というテーマはね、本当に私たちにとってわからないことがたくさんあるわけですね。しかしそのわからないところをもうその作り話とか憶測をつないでですね、理解しようとすること、そういう話をすることね、またあれやこれやと理論を拾い上げたり、あと知る必要のないものを知りたがるときっていう、この知る必要があるものと知る必要がないものっていうのをどこで区別するかっていうのは、神様が私たちにこれを知ってほしいと思われることはですね、聖書や証の海の中に書いてあるわけですね。しかしそういう中にないことは私たちは自分たちで憶測を持ってですね、作り上げたりするわけですね。だからそういうことを注意しなければならないということですので、今回私もですね、この14万4千のテーマについて話すときに、まずこの点に注意しながらですね、作り話や憶測ではなく聖書と証の文にどのように書いてあるか、その書いてある真実によってお話をさせていただきたいと思います。また人間はいろいろあれやこれやとね、この14万4千に、誰がなれるかとかね、そういうことってこれ神様の側のことですよね。どういう人がこの14万4千になれるかとか、その実際は神様がそういうふうに、なれるかならないかっていうのは神様の側でのお働きになるので、私たちにはもちろんそこには限界があるので、あまりその書かれていないことをですね、詮索する必要もない。これは神様が知る必要がないとおっしゃることですので、そういった点に注意しながらですね、今回お話をさせていただきたいと思います。まず最初にですね、私たちは14万4千という人たちについて、記されてある部分というのは、これ黙示録の中に記されてあるわけですね。で特に、黙示録の14章をですね、ちょっと開いていただいて、14章の一節を見ると、このようなことが書いてあるんですね。14章の一節。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。
ここに14万4千の人々が子羊と共におりと書いてありますので、まず一つ分かることはですね、まあ、これ聖書から分かることは、14万4千という人たちはイエス様と共に立つ権威に預かった人々であるということが分かります。そしてその額に子羊の名とその父の名とが書かれていたと。これもまた聖書で神様が私たちに知ってほしいと思われることですね。額にとありますけども、この額には、まあ、前頭葉、脳がある、あるわけですけども、前頭葉で、まあ、私たちの品性がね、こう決まるわけですけども、まあ、その品性を表す場所、そこに子羊の名と父の名、これは、まあ、イエス様とそして父なる神様の名とありますけど、この名っていうのは品性を表す、ね、神様のご品性、義と愛のご品性を表すんですが、それが前頭葉、ね、14万4千の人々の前頭葉ですから、品性に反映している。しかもそれは完全に反映している状態。だからその名を書くことを神は許されたわけですね。まあ、中途半端な状態で神様これ書いたりされませんから、まあ、完全に反映している状態で、それが書かれているということですね。まあ、そう考えますと、まあ、言い換えればですね、この14万4千の人々というのはイエス様と同じ品性の状態であるということができるかと思いますね。まあ、先ほど触れましたけども、前頭葉に父とこのご品性、義と愛のこのご品性がそこに記されてあるということは、それを意味しているということですが、実はまあ、この額にですね、まあ、名が記されるということを同じ出来事として印が押されるというね、まあ、そういう表現があって、これが黙示録の7章に出てきますね。今度は黙示録の7章をちょっと開いていただいてですね、確認してみたいと思います。黙示録7章の2節から3節ですね、お読みいたしますね。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。ここにも生ける神の印を神のしもべらの額に押すという概念が出てきます。先ほどのまさに黙示録14章の14万4千の人々の額に子羊の名とその父の名とが書かれていたという記述と、これは同じ概念ですね。ここに登場する14万4千もまさにイエス様と同じ品性の状態であるということが、この記述からもわかるかと思います。まあ、逆を言えばですね、その品性がそのイエス様と同じ品性の状態に到達していることを神様がお認めになった、まあ、その是認の印でもあると見ることができるかと思うんですね。まあ、まさにこれはですね、神の裁きの時に、まあ、品性が測られるわけですね。そしてこの人の品性はイエス様のご品性に到達したという、まあ、その是認の印として、その印が押される、子羊と父の名が書かれるというね、そういう神様の善人のことを意味しているかと思います。そしてこのことによって、まあ、この神の裁きによって品性がもう永遠に固定される、もしくは封印される。印っていうのは封印の意味でもありますので、永遠にその人の品性は変わらない、まあ、つまり永遠に神様のイエス様のご品性を反映する状態であることを、これは意味するわけですね。まあ、そのことがですね、こういう引用文の中にもあるわけですね。はい、ちょっと見てみますね。このグリーンのところですね。決定が下され印が押されると、これはもちろん生ける神の印のことですが、
彼らの性格は、品性は永遠に純粋で汚れのないものとなります。はい、このように書いてあるんですけども、これをこの黙示録の、7章の2節から3節をですね、ちょっと読んでいて、ちょっと気になる記述があるわけですね。それは何かと言いますと、この部分ですね、私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならないというこの表現ですね。これは何を意味するのかということをですね、ちょっと考えてみたいんですけども、まずこの地と海と木、これは何なのかということですね。いろんな神学者がこれはあれだこれだとこういろいろ言うわけですね。ある人は木が人間を表すとかそういうふうに解釈している方もいらっしゃいますね。私はこの地と海と木というこの3つのセットですね、これ天地創造の時の3日目に神様が、その地球の生き物、生物動物とかね、そういう生き物を養うために最初に地球として作られた何て言いますか、生命を養うための最も基本的な要素として、この地と海と木というものが作られているわけですね。でこういうものを自然というわけですけれども、ちょっとそれを確認してみたいと思いますが、創世記の1章の9節ですね、はい、これをちょっと見てみましょう。神はまた言われた。天の下の水は一つどころに集まり、乾いた地が現れよ。そのようになった。神はその乾いた地を陸と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てよしとされた。神はまた言われた。地は青草と種を持つ草と、種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよ。そのようになった。地は青草と種類に従って種を持つ草と、種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた。神は見てよしとされた。夕となりまた朝となった。第三日である。これが、ここにですね、海と乾いた地だから、陸ですかね、海と地と、そして植物がね出てくる、木が出てくるわけですね。この後に、天地創造はさらにこう続いて生き物がどんどん増えていくわけですね。はい、これを意味していると思うんですが、先ほどの記述によればですね、14万4千の人々の額に生ける神の印を押してしまった時には、この生物を養うための最も基本的な、自然と言われているものですね、これが何らかの原因で損なわれるということが考えられるわけです。一体何によって損なわれるかということですね。で、一つですね、この同じ黙示録の7章の1節に、そのヒントがあるわけですね。この後、私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。ここに4人の御使いがその地の四隅に立っていて、その四方からの風を引き止めている場面があるんですが、この風が吹いた時には地とか海とか木、これが損なわれる恐れがあるということですね。なぜかというと、今吹きつけないようにこの立って引き止めているわけですから、これが何なのかということですよね。皆さん、この四方の風って何のことを象徴しているとお考えでしょうか。四方の風ですね、ちょっと分けて考えたいんですけど、まず四方というところですね。この四方、これ聖書の
予言的な解釈からするとですね、四方というのはこれ広範囲、まあすなわち東西南北、これ全世界規模を表す象徴として使われているということですね。そしてもう一つ、四方の風という部分ですね。この風というのは聖書の中で戦争とか騒乱、これは海で象徴されるわけですね。戦争とか騒乱というのは海で象徴されるんですけど、その海をこうかきたてるもの、まあ、波が起こるとかそういうのって風で起こるんですよね。まあ、それはすなわち人間の劇場の象徴であると言えるかと思いますね。で、この四方の風っていうのが、まあ、これらの考えから全世界規模での戦争が起こるところの、もちろんそのきっかけとなる人間の劇場が解き放たれることを意味するものではないかということですね。で、これは証の文の中にですね、まあ、この概念があります。ですので、まあ私の考え理解はそこから来てるんですね。ちょっと見てみましょうか。大曹統計巻の386ページにこう書いてあるんです。神の天使たちが人間の劇場の激しい風を抑えるのをやめると。これが四方の風の、ね、抑えることだと引き止めている様子だと思うんですね。先ほどの四方の風っていうのは人間の劇場、激しい風ですね。これをやめると争いの諸要素、全世界規模、四方だから全世界規模での争いの諸要素というのはこれも戦争ですよね。戦争とか騒乱とかそういうものがことごとく解き放たれると。で、どういう状態になるかというと、全世界は昔のエルサレムを襲ったものよりももっと恐ろしい破滅に巻き込まれる。この規模、恐ろしい破滅に巻き込まれる規模はやはり全世界なんですよ。だからそのような世界規模での争いの諸要素、つまり戦争が起こる可能性がある。これが聖書の予言するところかと思いますね。はい、これ非常に恐ろしいことではありますけども、ただこの世界的な戦争のね、破滅に至るこの第一歩が踏み出される前に、御使いは私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と祈祷を損なってはならないと言っていますので、その14万4千の額に印が押されてしまうまではこれは起こらないということです。逆を言えば押されてしまった時には起こるということでもあるんですけれども、つまり14万4千の人々のね、出現するタイミングというのは、そういう世界的な戦争が起こるか起こらないかというその様子で14万4千の人たちが登場するか登場しないかというこのタイミングが合ってくるわけですね。そういう見方を私たちはしなければならないということですね。実際に今どうでしょうか。世界中でね、戦争ももう起きてますけども、部分的にね、こう戦争を行ってますけど、これが全世界規模で行われる可能性はあるかないか、皆さんは多分うすうす感じてると思いますけど、もしかしたらこれは全世界規模でね、そう戦争になる可能性があると多くの方がそのように考えていらっしゃるかと思いますね。逆を言えば14万4千のこの出現は非常に近いということも言えるかと思いますね。はい、そしてもう一つ、気になる点がありまして、それは14万4千の人々、この14万4千という数ですね、これは実際の人数なのか、それとも象徴的な数字なのかということですね。で、そのヒントについて、次のように書いてあるわけですね。これは黙示録の7章の4節から8節、ちょっと見ていただいてですね。私は印を押された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち印を押された者は14万4千人であったと。この文の流れを見ると数についての話ですので、実数のように見えるわけですね。ユダの部族がまず1万2千人と印を押されたと書いてありますね。グリーンのとこが部族ですね。ユダの部族、ルベンの部族、ガドの部族、
アセルの部族、ナフタリの部族、マナセの部族、シメオンの部族、レビの部族、イッサカルの部族、ゼブルンの部族、そしてヨセフの部族、ベニヤミンの部族、これ全部それぞれ1万2000人、これかける12の部族ですから14万4千になるということなんですけれども、この記述を、こういうことですよね。左の方が14万4千の、部族の今出てきた名前ですね。で、実際の古代イスラエルの12部族の、名前はですね、右の方になります。で、これをこう見比べたわけですね。こう見比べると、ある違和感を感じるんですね。私は感じたわけですね。で、これちょっとこれを線で結んでみたわけですね。実際にその部族が出てくるか出てこないかですね。こうしてごちゃごちゃになってますけれども、一応線で結んだ時には、こういうふうにつながってくるんですけれども、これは明らかにこの古代イスラエルの12部族と、黙示録で出てくる14万4千の部族に違いがあると。何の違いがあるかっていうと、この14万4千の部族に入っていない部族があるんです。それが古代イスラエルの12部族の中のダンの部族とエフライムの部族が線でつながってませんよね。なぜつながってないかというと、左の方の黄色の14万4千の部族の中にこの2つの部族入ってないんです。これがなぜかということをちょっと考えてみたんですけども、実は旧約聖書のこの記録によればですね、このダンの部族は自分たちで勝手に偶像礼拝の祭司を立てて、そしてずっとそれから偶像礼拝をやっていたわけですね。これ詩式の18章30節から31節にこういう言葉があって、そしてダンの人々は刻んだ像、もう偶像ですよね、自分たちのために安置し、モーセの孫すなわちゲルショムの子ヨナタンとその子孫がダン人の部族の祭司となって、国が捕囚となる日にまで及んだ。神様が建てた、祭司ではなくて、自分たちでこのゲルションの子ヨナタンとその子孫がダン人の部族の祭司とか書いてあるから、この刻んだ像の祭司となったということですね。で、国が捕囚となる日にまでそれが及んでずっと続いていた。神の家が城にあった間、常に彼らはミカが作ったその刻んだ像を飾っておいたという、この記録がありますね。で、もう一つ、先ほどダンとエフライムも14万4千の中に入っていませんでしたけど、実はエフライムもですね、地方の中にベテルという場所があるんですね。で、そのベテルという場所に実は北イスラエル王国の初代王ヤラベアム、先週学んだヤラベアムですけども、彼が偶像礼拝をするときに作らせた金の格子のこの祭壇があったという記録があるんですね。ちょっと確認してみますよね。はい、列王記上の12章28節から29節ですが、そこで王、これヤラベアムのことですね、相談して2つの金の格子を作り、民に言った。あなた方はもはやエルサレムに登るには及ばない。イスラエルよ、あなた方をエジプトの国から導き上ったあなた方の神を見よ。この神というのは金の格子の像のことですね。これはちょっと時代背景を説明すると、なぜヤラベアムこれ作ったかというと、エルサレムに登るには及ばないと、前回の学びでちょっと触れましたけど、レハベアムというね、ソロモンの子供と、そしてそのソロモンの家来であったヤラベアムをね、これが北と南のイスラエルに分裂したという話を前回しましたけれども、実はそのソロモン神殿がエルサレムにあったので、北イスラエルの信仰深い人たちはエルサレムにお参りに、儀式に参加しに行っていたわけですね。そうすると北イスラエルの民がこの南ユダ王国に流れ込む恐れがあると思ったわけです、このヤラベアム王は。
だからエルサレムにわざわざ礼拝に行かなくていいように、ベテルにこの自分たちが礼拝する場所を設けた。だけどその礼拝する対象は神ではなくて金の子牛だったわけですね。でそれをベテルに据えて、もう一つを、先ほどの壇に置いたということで、これらの記述によればですね、神様はこの偶像礼拝に手を染めてしまった部族を、このご自分の忠実な14万4千の部族から取り除かれた可能性があると、この6番目のダンと10番目のエフライム、それぞれ偶像礼拝の祭司を立てたり偶像礼拝の祭壇があったりしたので、左側の神様に、忠実な10万4千の部族の中に入れなかったと、そういうふうに考えることができるかと思います。しかし神様はですね、この偶像礼拝の祭司を立てた壇を入れる代わりにですね、実際にご自分の祭司、神様が祭司立てたのはレビ人でしたので、レビ部族がその代わりに入っていると。そしてエフライムは、普通神様に対して偶像礼拝のね、この不信仰、不忠実だったエフライムは、父親で神様に忠実だったヨセフという名で、ここに入っているわけですね。ですので、数としてはちゃんと10に揃っているんですけど、ダンとエフライムが抜けて、その代わりに神様がちゃんとした完全な形にしたものを入れておられるということなんですね。しかしここでもう一つ考えたいことがあって、左側を見た時にですね、実はこの左側の10万4千の部族の中に、マナセとヨセフっていうふうにありますけども、ヨセフの子供が、エフライムとマナセですので、ヨセフという名前が入っている中に、もちろんその子孫はエフライムとマナセですので、ここにまたマナセっていうのが別に出てくるっていうことは、これ重複していることになるんですね。つまりヨセフの子供の中にエフライムとマナセが入っているので、またマナセがヨセフと同じ列に置かれるっていうのは、これは実際の部族構成の形態としてはありえないことなんですね。ですので、そう考えたときにですね、14万4千というのはこういう神様に完全に忠実に従う人たち、そういう人たちを神様が集められたという意味で、この左側の14万4千をね、だからこれは実際のイスラエルの十二部族とか、人数とか、また遺伝子とか血統とか、そういうものを時期通りに表すのではなくて、あくまでも神様の御前に完全に忠実な者たちが集められている。そして、完全に忠実ですので、彼らはすなわちイエス様と同じ神聖の状態を表す人たちだけで構成された、この集まり、これ聖徒と言いますね。聖徒、そのような聖徒たちが象徴的にここに記されてあるのではないかと考えられるわけですね。はい。それではですね、この14万4千でこう象徴された神様の御前に完全な、そういう忠実な聖徒たちが本当にイエス様と同じ品性の状態に至っているのか、それを黙示録14章からですね、一つ一つ確認してみたいと思うんですね。でまず14章の4節から5節をちょっと見ていただくとですね、こういうふうに書いてありますね。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中から贖われたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであったと。まずこの14万4千と言われる人たちの特徴、女に触れたことのないものであるとありますね。これは実際に14万4千の人たちがですね、女性に触れたことがない独身男性たちだけで
構成されるという意味ではありません。あくまでこれは象徴的なことなんですが、何を象徴しているかということですね。黙示録の予言の中で女という、ね、この象徴的表現、これは教会を象徴するものなんですね。つまりここで出てくる彼らが触れていない女とは、ある教会のことを意味しているということなんですね。そして彼らが触れてはいない、そのある教会とは何かっていうと、エキュメニカル運動というのがあります。これは宗教一致合同運動といいまして、全ての宗教の枠組みを超えて一つにまとまろうとするね、そういう運動がありまして、これによって今まではローマカトリック教会とプロテスタント教会は離れていたわけです。今までは、なぜかっていうと、プロテスタント教会はローマカトリック教会があまりにも非聖書的なので、宗教改革、ルターがね、あの宗教改革の時にそこから出てきたのがプロテスタント教会でした。でもそれがもう一回一つになるわけです。そのようにしてローマカトリック教会とプロテスタント教会がエキュメニカル運動によって一つになった、これ世俗的なキリスト教会を象徴するものなんですね。でこれが黙示録17章に、まあ、あのバビロンというね形、大陰符という象徴でね、これ書いてあるんですけど、ちょっと見てみるとこう書いてあるんです。その額には一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン、陰符どもと地の憎むべき者らとの母、大陰符というこれ象徴が出てくるんですけども、これも全部大陰符って、これ女のことですから、まあ教会のことなんですよね。で母っていうのは子供がいるわけですよね。だからそういう例に倣って、子供たち、娘たちが、まあこれ教会ですけども、宗教一合同のエキュメニカルによって、こうどんどんこれがね、同じ思想が子供たちに受け継がれていく、そのような女、つまりそのような世俗的キリスト教会に触れていないということが14万4千の特徴であると、まあ、つまり14万4千の人々はバビロンの大陰符で象徴されたローマカトリック教会の非聖書的な教え、特に最も著しいものが日曜礼拝であるかと思いますが、それに影響を受けずに、まあ、神様の戒めである、実戒をしっかりと守る、その中に安息日が含まれていますので、安息日を守り続けているクリスチャンであるということがわかります。そして彼らは純潔なものであると、ここに書いてありますね。この純潔なものってありますが、人間は生来ですね、純潔な存在ではないんです。なぜかというと、まあ、自我の影響を受けて、不義なる存在となっているので、まあ、この状態のことをね、罪人というわけですけども、神様は、まあ、そのような罪人がですね、まあ、ずっとこの罪のまま、かたくなな心のまま人生を終えるのではなくて、イエス・キリストのこの救いの真理を罪人が知って、そして信仰が与えられて、その信仰によって途中からですね、人生が変わってくる、まあ、つまり自我のそのような影響からだんだんと遠ざかってくる、ね、自我との戦いがそこに生じてくるんですけども、自我の戦いに勝利して、そしてそこからだんだん遠ざかって、その影響力から、まあ、逃れる人たちを神様はね、この今集めておられるんですけども、最終的にこの自我、これはね、もう心の中に入り込んでどうすることもできないもの、これを神様が霊的な、まあ、手術のようにね、これを除去してくださる、まあ、そういう約束がエゼキエル書にあるんですね。ちょっと見てみましょう。エゼキエル11章の19節、そして私は彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取り去って肉の心を与える。よく聖書の中で、まあ、肉という表現をね、表すときには、
まあ、罪に属する生来の状態を肉、そしてそれに対して霊という言葉を使うんですけど、ここでは肉っていうのは石という固くなな状態に対して肉と使われているので、まあ、石の方が罪に属する象徴的な言葉です。で、肉って、ここで書いてある肉っていうのは神様が最初に作られた時の状態、神の形に作られた時のあの状態を、ここでは肉、柔らかいという意味でですね。ですので、これは他のところの肉の心っていうのは、他の聖書の他の部分では罪に影響を受けた状態を肉の心と言いますけども、ここで言ってる肉の心っていうのは石の心、まあ、自我に固くなになったその心から自我を取り去って、そして自我に影響を受けない創造当初の状態に神様が戻してくださるという約束がここにあるわけですね。で、結局その、じゃあ純潔なものっていうのは、まあ、先ほどお話ししたようにですね、生来心の中に存在していたその石と言われて、固くなな石で表現されていたそういう自我の存在がもう完全に除去されて、そして罪の影響を受けない状態になったもの、すなわち創造当初の神の形が完全に回復された人たちであるということがここでわかるかと思いますね。そして次にこう書いてあります。子羊の行くところへはどこへでもついていく。まあ、イエス様の御足跡に従うことなので、まず少なくとも今はイエス様がどこで何をしておられるかをはっきりと聖書から知っている人たちであると、まあ、すなわちイエス様が天の聖女に戻られて大祭司のお働きをされておられることを、彼らはまず知っている。これはまず前提なんですけども、もう一つ、実際にイエス様がどういうところに行かれたか、まあ、どういう道を通ってこられたか、まあ、これを考えたときに、まあ、イエス様の人生の旅路ってどういうものだったか、まあ、聖書の記録を見ればですね、イエス様の人生はまさにサタンと暗黒の勢力の攻撃と誘惑に常にさらされて、試みられて、そして迫害を受けて命をすり減らすような苦難の人生だったという記録がありますよね。イエス様の御足跡を従っていくっていうのは、ね、イエス様の模範によって正しい生活をすることはもちろんですけど、そのような迫害の経験にも合うということを意味します。つまりこれとイエス様と同様の試みがこれから安息日を守り続ける人たちにも起こると、まあ、これが聖書に予言されてあるわけですね。黙示録の13章15節から17節。またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。すべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。ここに、獣の像を拝まない者ってね、まあ、これは時間の関係でそんなに詳しくはできないんですけど、まあ、先ほど宗教一致合同運動の話をしました。非聖書的な、まあ、カトリックの教えを取り入れたプロテスタント教会がもうカトリックと一致して大きな力を持つようになってきた時に、このカトリックの思想の中でですね、特にやはり神様に対して罪深いものというのは、これは日曜礼拝を広めたことなんですけど、まあ、そういう日曜礼拝を強制してくる時に、まあ、獣の像を拝まないというのは、その強制、日曜礼拝を強制してくる時にそれに応じない人たち、安息日礼拝を守る人たち、ね、そういう人たちを殺させるような、まあ、そういう法令がね、死の法令というのが出されるということですけども、ね、また拝んだ者には獣の刻印が押されるんですね。この刻印というのが、ここに額とか右手に押される刻印、これが獣の刻印であって、生ける神の印とは反対側の、刻印ですね。生ける神の印は14万4千という数字で象徴されていましたけども、獣の刻印の象徴的数字は666ですね。ですので、まあ、その666で象徴された、この
まあ、サタンに属する勢力に、勢力に取り込まれていくね、まあ、そういうものを受け入れていく人たちに押される刻印が獣の刻印ですが、その刻印がないものは、まあ、つまり14万4千の側に立つものは皆物を買うことも売ることもできないようにする。これがまあ今後ですね、まあ、私たちの将来的な、まあ、非常に近い将来的なね、迫害の形かと思います。つまり、まあ、こういうことを見たときに、子羊の行くところやどこへでもついていくという、まあ、この14万4千の人々はイエス様が通ってこられた迫害の苦難の道をも厭わないで、最後まで安息日への信仰を守り抜く人々であるということがわかります。そしてじゃ次のところですね。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂とありますけれども、初穂というのは初めて収穫される収穫物のことですよね。まあ、何が神様にとって初めてなのかということですが、それは人間がこのアダムからね、人間がこう地上に住むようになりましたけども、もうアダムの時から罪を犯して罪人となってますけども、初めて人間が地上に生存するようになってから、神の契約を、まあ、罪人は神様と結ぶことになったんですけども、ね、もちろん信仰によってこれ結ぶんですけども、その神の契約が完全に成就したという意味で、初めて完全に成就した人たちのことなんですね。でもちろん神の契約っていうのは、まあ、罪が許されることと、だんだんイエス様に似てくるということなんですけど、まあね、罪から離れたような真っ当な人生を送れるようになってくる、神様に喜んでいただけるような状態に変わってくるというのが神の契約なんですけど、それが完全に成就したらどうなるか、まあ、先ほどこの自我が除去されて、ね、罪の影響力からほとんど、ね、もうほとんどというか完全にですね、罪の影響力から完全に逃れた状態、まあ、つまり自我が除去されて罪人ではない人たちが出現するという、それが初穂なんですね。でこのことがゼパニア書の中に約束されてるんですね。私はあなたから悩みを取り去る、あなたは恥を受けることはない。この悩みというのが生来の人間の悩み、自我が心に存在しているという悩み、その自我を取り去ってくださる、あなたは罪の恥を永遠に受けることがないという約束がゼパニア書にあるわけですね。つまりこの14万4千の人々は人類が地上に出現して以来初めて神の契約が完全に成就した人たち、その経験をしてもはや罪人ではなくなった人たちであることがわかります。まあ、その証拠としてですね、まあ、このその証拠として彼らの口には偽りがなく、この口には偽りがないっていう、これね、実はイエス様がまさにこういう状態ですね。例えば十字架上でイエス様が敵をも許す祈りをされました。このイエス様の祈りには、これは口には偽りがない状態だったわけですよね。まあ、まさにそのような祈りをすることができるイエス様と同じ品性を反映した状態なので、14万4千の口には偽りがない。イザヤ書53章の9節にはイエス様のことをこう書いてあります。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったとありますね。けれどもその墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。まあ、つまり口には偽りがないイエス様の状態と同じである。でもう一つ、彼らは傷のないものとありますけども、この傷のないというのもまさにイエス様と同じ品性の状態に彼らは到達しているという状態です。なぜかっていうと、イスラエルの犠牲制度で用いられる動物、まあ、イエス様を象徴する動物だから、これは傷のない動物でなければならなかったわけですね。傷があったり、まあ、シミとかがあったりするとですね、まあ、それは罪の、ね、傷だから喧嘩をした証拠だったり、シミがあったら過去喧嘩をした、過去罪と関わったイエス様を象徴することができないから、
一切そのような罪に関わることがないという意味で、傷のない動物しか用いることができなかった。まあ、つまりイエス様のこれは象徴だったわけですね。このようにイエス様はご自分の永遠の命を犠牲の供え物として差し出される、まあその流された血によって、まあ罪人が悔い改めたその罪は許され、そして汚れたその品性は清められていくというね、そのことがまたヘブル書に約束されてあります。ヘブル書9章14節、永遠の聖霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたキリストの血はなおさら私たちの良心を清めて死んだ業を取り除き、生ける神に仕えるものとしないであろうか。まあ、このような経験に至る人々たち、14万4千ですが、実は彼らは人間の中から贖われたものと言われています。これ何を意味するかというと、彼らはかつては罪人であったということです。贖われる必要があったということは罪人であったということですね。まあ、そのような、まあ、罪人ということは永遠の死の運命に定められていた存在ではあっても、イエス様の十字架の犠牲、そしてその功績、大祭司の中保者としてのお働きによって、その罪人の汚れた魂が徹底的に清められて、ついにイエス様と同じ品性の状態へと作り変えられていった。そしてその10万4千が永遠の死の運命から永遠の命の運命へと移された。まさにこれが神の聖徒たち、10万4千と言われる神の聖徒たちであることがわかるわけですね。コロサイ1章の22節に、まあ、そのことが書いてあります。しかし今では御子はその肉の体により、その死を通してあなた方を神と和解させ、あなた方を聖なる傷のない、責められるところのないものとして御前に立たせてくださったのである。はい、今黙示録の14章の4節から5節の中から、まあ、一つ一つですね、14万4千と言われている人たちが、まあ、どのようにイエス様の、ね、ご品性を反映しているか、その一つ一つ確認していきましたけれども、まあ、これを見たときに、かつて罪人であったという事実がある、まあ、そういう者たちであっても、神様とのこの契約を最後まで継続し全うするならば、その契約が成就するときにイエス様と同じ品性の状態に到達することができるという、これはまさに私の希望、罪人の希望として、このことをこのヨハネの黙示録の中でですね、14万4千の登場というのはまさに罪人の希望としてこれが書かれてあるわけですね。そして神様はそのかつて罪人だった者たちが本当にイエス様の形に作り変えられて、全く新しい、ね、もう初物の収穫物としてご自分がこれを収穫、天の蔵に、ね、収穫することを楽しみにしておられるわけです。だからもし私たちが本当にそのことを心から望んでいるならば、神様は喜んで全力で私たちをそのようにね、清めてくださって、イエス様に似るものとして、まあ、成長、霊的な成長を与えてくださるというね、これがこの14万4千の登場にある約束なわけですね。しかし、まあ、こういう目でこの14万4千という人たちを見るクリスチャンがどれほどいるかということですね。はい、そして、まあ、14万4千についてね、ある程度知ってはいても、まだそういう人たち周り見てもいなさそうだし、ね、まだ先のことだと思って、今は自分の目の前のことを一生懸命、ね、心を注いでいる、まあ、そういうクリスチャンがどれほど多いことかということですね。しかしもう本当に時は切迫しているという事実があって、まあ、サタンはそれを隠そうとしているわけですね。まあ、そういう、ね、クリスチャンが影響を受けてしまってるんですけども、まあ、そのようなクリスチャンに警告が与えられていると、まあ、その警告をちょっと見てみたいと思いますね。ある人々は
主が来られるのは遥か遠い先のことだと思っている。時は彼らが期待したよりは数年長く続いた。そのために彼らは時がさらに数年続くものと考える。このようにして彼らの心は現代の真理から引き離されて世に従っていく。私はこうしたことの中に大きな危険を見た。もし我々の心が他のことで満ちているならば、現代の真理は心から締め出されて、額には生ける神の印を押す場所がない。イエスが死聖所におられる時はほとんど終了し、時はあとわずかしか続けないことを私は見た。つまり心が現代の真理から引き離されて世に従っていくことをサタンは望んでいて、まあ、この現代の真理というのは、ね、14万4千の出現に私たちが備える、まあ、神の裁きが近い。でも今から備えることによって14万4千になれる可能性がある。だからこれが永遠の福音であると言われているわけですね。そのような14万4千の真実から心を引き離して世に従っていく。この世がさもこれからもずっと続くようなね、そういう、まあ、SDGs も、ね、持続可能な開発目標ということで提示されて、全世界の人たちがこれ鵜呑みにしてますけども、聖書はそう教えていないわけですよね。そしてもう一つ、イエスが死聖所におられる時はほとんど終了し、時はあとわずか。どういうことかというと、イエス様が死聖所におられる間しか14万4千としての準備はできないわけです。なぜかというと、イエス様が聖霊を、ね、送られて、その聖霊によって作り変えられるので14万4千に備えていくことができるわけです。でもイエス様がその働きを終えた時にはもう14万4千は完成しているはずなので、そこから14万4千になることはもうできなくなるわけですね。はい。ですので、まあ、これ警告なんですけども、我々の空いた時、空いた時間ですよね、聖書の研究のために費やさなければならない。この聖書が最後の日に我々を裁くのである。まあ、ここに14万4千の真実が書いてあって、それに今備えよ、四方の風が止められている間に備えよと、そういうね、真実が書いてあります。愛する兄弟姉妹方、神の戒めとイエス・キリストの証を常に心に抱いていよう。そしてそれに世の思いと煩いを締め出していただこう。寝る時も起きる時もこれを瞑想しよう。つまり私たちの生活の中に14万4千に備えるということをもうテーマとして実践していきましょうという、全てのそういう行動を、ね、準備する行動を取りましょうと。インする時は非常に短く、そしてやがて過ぎ去ってしまう。4人の天使が四方の風を引き止めている今こそ、我々の召しと選びとを確かなものにする時である。今こそ私たちが14万4千に召されていること、そしてそれに備えることによって選ばれること、これをあなたの運命、確かな運命にしなさいという警告なんですね。はい。もう非常にね、この四方の風が引き止められている今こそ、まさに、まあ、私たちがね、この生存している時はですね、まあ、いつこの世界規模の戦争が勃発してもおかしくない状況に私たちは生存しているという、その自覚がありますかということだと思います。本気でこの平和の時にしか私たちは14万4千の準備ができないということですので、まあ、周りを見るとね、まだ本気で備えているクリスチャンの人たちがいないので、まあ、皆さんの周りもしいないとしたらね、ああまだ例えばある牧師さんを見ても全然14万4千に備えていないような状態なので、ああまだあの先生が備えていないから自分も大丈夫だと思っていませんかということが、この引用文の中でね、投げかけられている警告なんですけども、まあ、私たちは人間を、もしくは他のクリスチャンを模倣とするべきではないということですね。今私たちは目を覚まして、信仰によってこの天の至聖所におられる大祭司イエス・キリストを眺めなければならない。そこから聖霊が送られてくるので、目をそこに向けなければ
私たちはイエス様と同じ品性へと作り変えられる、その経験をすることができないということですね。はい、まあ、そのことに関してですね、まあ、次のような引用文もありますので見ておきましょう。子羊により生ける水の泉のそばに導かれ、目から涙を全く拭い取ってもらう人々は、今神の言葉である聖書に掲示されている知識と悟りを受けている人々であろう。はい、今聖書の中に掲示されている知識と悟り、14万4千の真実について学び、それを信仰によって受け止めている人たちが、まあ、そういう人たちであるということですね。我々は人間を模倣すべきではない。私たちの周りのクリスチャンを見て、まだ備えていないから大丈夫と思ってはいけない。我々の基準になるほど十分に賢明な人は誰もいない。我々は人なるキリストイエスを見るべきである。彼は義と正において完全なお方である。彼は我々の信仰の創始者であり完成者であられる。私たちのこの信仰の創始者であり、まあ、信仰を与え、最終的にこの信仰によって私たちを完成してくださるお方であられる。彼は模範となる人であられる。彼の経験は我々の到達している経験を測るものである。全てをイエス様と照らし合わせて、私たちは自分の状態を知らなければならない。彼の品性は我々の模型であるから、ね、まあ、模型というのは完成品である、パズルで言えば完成したパズルであるということですね。それゆえ眺めることによってキリストに似たものとなるように、心をこの世の生活の困惑や困難から離して彼に向けよう。で、次ですね、これ約束ですよ。我々はキリストを眺めて立派な目的を達成することができると書いてあります。我々は安心して彼を眺めることができると書いてあります。なぜなら彼は全く賢明だからである。我々は彼を見、彼について考えるとき、彼は我々の心の内で形作られる栄光の望みとなられるであろう。イエス様の形に似てくる、それが心の中に形作られてくる栄光の望みですね。14万4千の中に入るために、神が我々に与えてくださった力を尽くして努めることが、今私たちに求められていることであるということですね。はい、今回ですね、まあ、14万4千の真実ということでね、まあ、本気でこの14万4千を目指す、まあ、そうするとどういう状態になるか、まあ、この一つ一つの状態っていうのは私たちの目標であり、ね、まさに私たちはその目標について学んだわけですけども、まあ、これをですね、次のように一つにまとめてみました。これはですね、14万4千を本気で目指す人たちの掲げるべき目標。1番、女に触れたことのないもの、バビロン大淫婦の教え。これは非聖書的な教理ですね。まあ、カトリックに由来する日曜礼拝だったり、もうその他もろもろありますけども、最も著しいものは日曜礼拝ですが、その影響を受けずに安息日を守り続けているものであると。2番、純潔なもの。これは神の契約の成就によって最終的に自我が完全に除去されている人たち。そしてもはや罪の影響下にない者たち、神の形が完全に回復した、ね、創造当初の神の形が完全に回復した人たちであると。3番、子羊の行くところへはどこへでもついていく。イエス様が通ってこられた迫害の苦難の道をも厭わないで、最後まで安息日に対する信仰を守り抜くものであると。4番、神と子羊とに捧げられる初歩。これは人間が地上に存在して初めて神の契約が完全に成就した人たち、自我が除去されてもはや罪人ではなくなった者たちであるということですね。で、その証拠として口には偽りがなく、5番、6番、傷のないもの。これは両方ともイエス様と同じ状態であることを意味します。イエス様と同じ品性の状態を完全に反映したものであることが5番と6番のね、ことから分かります。
そしてこの人たちが出現するその背景にあるものはイエス様が贖ってくださったという事実、これ7番です。人間の中から贖われたものであるということは、かつては罪人だった人たち、しかし贖い主イエス様の血の功績によって本来は永遠の死の運命だったけども、その永遠の死から永遠の命に移されて贖われたものであるということですね。はい、今ですね、ここにその14万4千を本気で目指すその目標を掲げましたけれども、この目標をですね、日々の生活のテーマとして、そういう生き方をする、こういう生き方に着手している人たちだけがですね、この地上で初めて神の契約を全うして、そしてそれが完全に成就した存在になります。つまり、今までは罪の支払う報酬は死である、罪があった時には死はこれ当然の報酬として死ななければならなかったということですけども、その罪の支払う報酬が死であるという法則が崩壊する人たちがこの人たちであるということですね。なぜかというと罪人で亡くなりますので死んではいけない人たちなんですよね。これが結果的に永遠の命という形になるわけですね。これから世界はですね、近々ですよ、もう本当に近々ですけども、世界統一政府が樹立されて、そこで新世界秩序が構築されていきますが、聖書の予言の中にもね、これ出てきますけれども、そのような世界の中で真理に固く立つものは本当に命を保つことが難しい状況に陥ってくるわけですね。先ほどちょっと出てきた死の法令とか、ね、売り買いができなくなっていく、そういう中でも生活することとか生きていくことが非常に困難になっていく、そんな状況に陥ったとしても安息日にね、固く立ち続けて、そして神様を選び続けて、最終的に神の契約が完全に成就したものはもはや死んではならないので、神様がその人たちを全力で守られるということです。死の法則はもう過ぎ去ったわけです。死んではいけない人たちなので、だから迫害は及ぶ、襲われる。でも初代文書の中にね、振り上げられた剣は藁のようになるって書いてありましたね。命を狙う者から守られるという、神様は御使いを持って全力で守られる、死んではいけないから。だってご自分の初穂の喜ばしい収穫物ですから、そのような、ご自分の所有である14万4千がサタンの手に陥って失われることを神様は決して許されない、その約束がですね、イザヤ書にあります。51章12節から16節ですね。私こそあなたを慰めるものだ。神様はご自分をですね、もう本当に今まで罪人として自我の影響に、罪の影響に苦しんできた、その私たちを慰める、慰めの時っていうね、これ後の雨、今日はもう時間がないからありませんけども、後の雨をもって私たちは慰められるわけです。つまり自我が除去されるということですね。それなのにあなたは何者なれば死ぬべき人を恐れ、新世界秩序、そのような、死ぬべき人が作った草のようになるべき人を恐れるのか。天を述べ地の元へを据えられたあなたの作り主主を忘れて、なぜ死へたげる者が滅ぼそうと備えをするとき、死の法令とか、そのような迫害をするときに、その憤りの上に常にひねもす恐れるのか。死へたげる者の憤りはどこにあるか。とここからが約束です。身をかがめている囚われ人は速やかに解かれて、死ぬことなく、穴に下ることのなく、その食物は尽きることがない。売り買いできなくなっても神が養うということです。私は海を震わせ、その波を鳴りどよめかすあなたの神主である。その名を万軍の主という、神がご自分の名を繰り返し語られるときには、ご自分の名をもって誓われるということです。私は我が言葉をあなたの口に置き、我が手の影にあなたを隠した。こうして私は天を述べ、
地のもとへを据え、シオンに向かって、あなたは我が民であると言う。はい、今回私たちはね、最後にこの約束を神様からいただきましたので、これから予言によれば本当に大変な、ね、中に私たちは歩んでいかなければならない。特にその14万4000が完成しているにもかかわらず、彼らがね、その獣の刻印を受けない人たちであって、ね、サタンの王国を拝まない人たちなので、彼らを殺す方向に世の中は動いてくる、死の法令ですよね。そういう中で神様の収穫物にサタンと暗黒の勢力は手をつけようとする。神様の収穫物にはもう名前が書いてあるんです。子羊と父の名が。神様のものに手をつけようとするこの戦い、これハルマゲドンの戦いのクライマックスなんですね。しかし、永遠の命に手を触れることは許さない。なぜならば、その時にイエス様は大祭司の働きをおやめになって、そして報復の衣を身にまとい、ついに7つの災害の7番目の最後の災いを地上に降り注がれることによって、この地上は壊滅状態になります。その時に、新世界秩序はもろとも、サタンに使われている全ての全勢力は完全に敗北するわけです。しかし14万4千だけがその中を完全に安全に通過していくことができます。彼らは死んではいけない人たちです。神が全力で守り、そして彼らは死なずして、最終的にイエス・キリストが再臨された時にそれを生きて目撃する人たちなんですね。もし私たちがその一人になりたければですね、私たちは残りの人生をかける価値がここにあります。双心のものではなくて、本当にそのことが私たちの人生そのものであるべきだと思います。そしてそれだけの価値がここにあるので、今から私たちはね、備えていきたいと思います。この地上で起こる大事件の中、最後まで生き延びて、そしてイエス様の御顔を仰ぐ、ぜひお互いですね、そのような備えとなるクリスチャンライフを歩んでいきたいと思います。一応これでですね、今回の学びを終えたいと思います。それでは一言ですね、お祈りをして終えたいと思います。愛するご祭典のお父様、今回この私たちは14万4千の真実を聖書と証の海の中から確認することができました。そして輝かしい希望の約束をいただきました。予言の指し示すところは暗い絶望の世界を描いておりますけれども、今私たちの心は明るい希望に燃えております。しかしそのためには、今四方の風がとどめられている間に十分な準備を持ってこれに取り掛かりたいと思います。私たちの心をこの世につなぎ止めるようなものをすべて主が断ち切ってくださって、ただあなた様との関係性だけを大切にし、そしてあなた様が望んでおられる初穂として実ることができますように、そしてあなた様に収穫していただけるように、どうぞしもべたちを整えてくださるようにお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。